23日号週刊文春の、うん、はい、この岸田ハレンチ政権裏の顔を打つっていうね、うん、公明エリート候補は自身の成功動画を違法公開って、うん、っていうのを説明してました。はいはいはい、これ面白かったですね。面白かった ね、 ね、うん、ハレンチの連鎖ってのあるよね。ハレンチの連鎖ね。それなんかあるんですか。細田さんのセクハラパパ活この挨拶画像みたいな、うん、そういう流れってあるんですか。1個来たらその路線で行く。やっぱりこすりますよね、週刊誌って。うん、流れ大事、ね、流れ大事だし、流れに乗るってのは大事ですね。似たようなの探しに行くと探しに行きます。探しにも行くし、うんうん、そういう情報も集まってくる。 そ、 それこそ榊さんのスキャンダルが出てるじゃないですか、映画監督、うん、実は映画監督調べろみたいな感じになるんですよ、ねうんうん、柳の下には土壌は3匹までいるっていうのはまあ出版界でよく言われてる、うん、3匹までいるって言われて出版界でよく言ってますよ、ね、そうなんですか。そう映画監督系はあと1匹いるんですか。じゃあどうなんでしょうね、ちょっと僕ら取材はそこはあんましないけど、まあ、でもなんかテレビでも映画監督の方がやばいと言いますよね。昔からそういうことやっててそのまま偉く有名になっちゃうんでみたいなね。若干そこら辺は狙われてるというか狙ってるというか狙われてんじゃないですかね。やっぱね面白いですもんね、もう一人出てきたらね。そうですね、映画監督ブームの後は今政治のハレンチブームという感じですよね、うん、今政治がブームですから、ね、政治のハレンチ、政治ハレンチ、うんうんうん、また公明党がね、うんうん、あの職員だね、職員ですね、で入れたんですよ。去年の選挙出てたんでしょ、去年の選挙で立候補したけど落ちちゃった、うん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 、あなので、これどうやって出てきたんですかね。ツイッターにわいせつ動画をバンバン上げてたんですよ、うん、自分の方に、はい、自爆というか、うん、まだ知られてはなかったんだけど多分鍵つけたね、文春刊文春が。結構無修正なんでしょ、ほとんど。えらしいね、無修正動画で、うんうん、そうダメじゃないですか。で最初直撃にすっとぼけてんだよね、うん、そうそうそう、やっぱみんな反応は同じだなって。そうそうそう、俺じゃないって最初言うんですよ、ね、俺じゃないって言うんですよ、うん、でも別にその LGBT 的なことを言うわけじゃなくて、なんかそれも男と男の動画だったらしくて、でまあやっぱ風紀的には問題だということですよね。ハンチが効いてるんですよね。公明党って今クリーンというか、まあ、潔癖なイメージがあるんですね。だからそれについてはっていうんですね、うん、でもこの人は本当公明党に詳しいんですよね。詳しくないですけど昔創価学会員のお見合いパーティーっていうのがあって、学会同士の出席したことあるんですよ。僕全然学会じゃないですけど、取材でね。取材で、それからいつまで出席したんですか。募集要項というか、はい、応募条件に、はい、まずその学会員であること、はい、もう一つは学会の活動に興味があることって言われるんですね。なるほど。だからまあ取材者として、興味あるなと思って、申し込んで。どのぐらい前なの。結構昔ですよね、うん、10年ぐらい前かな、うん、ただねその団体多分今もあるんですよ、うん、で、当時は創価学会がそういうね出会いの場を作ってるんだったら、うん、ちょっと面白いなと思って、うん、で取材したことがあって、うん、で申し込んで、はい、で参加したんですよね、はい、で8500円も取るわけですよ高い男女4500円、あまあまあ高いね、まあ、結構なビジネスになってるんですよね、うん、であちこちでこうやってて、うんで、参加したら、うん、こう、最初にこう、なんていう、プロフィールカードを書かせられて、うん、はい、僕も初めてそういうの参加したんで、うん、はい、あの趣味はとか、はい、職業はとか、こう書くんですよね。うん、で、あの、隣の女性と、それをこう交換して、うん、で、こう、トークするんですよね。はいはいはい、で、5分が10分したら、こう、チンチンってこうなって、うん、男が立ち上がって、そのカードを持って、また隣に行くっていう。普通のコンパスパーティーみたいな感じで、ね。で、最終的に、気に入った人のことを、うん、第2候補ぐらいが書いて、うん、投票して帰っていくと。なるほど。マッチングしたら、はい、後日、事務局から電話がかかってきて、ね、この人とこの人がマッチングしましたけど、連絡先交換して、うん、その後、交際するなり、うん、自由ですみたいな、うん、そういうシステム、ね、そういうシステムなんですよね。で、ただ、それ行ったら、はい、あの、まあ、最初こう、お話しして、はい、僕が取材で行ってるんで、うん、活動が忙しくて出会いがないんですかってこう聞かれたんですよ、はい、活動って何ですかみたいな話あるじゃないですか。で、あーなんてこう話を合わせて、でそのうちなんか、あ、趣味があの旅行なんですねなんて聞いたら、そうなんですよ、台湾に最近行ってね、あの台湾の SGI の活動もどの方でってこう話し出すんで、ちょっとついていけなくなって、その中でね、明らかにおかしいその雰囲気の女性が2人いたんですよね。ものすごいこう美人な、はい、まあ、他が美人じゃないと言ってるわけじゃないですけど、もう極端に違う女性がいて、で僕らも見た瞬間にこれ
コンパニオンかなんかの方かなと思って、はい、で、会が終わって、聞きに行ったんですよ、はい、捕まえて、はい。そしたら、お茶しませんかって、ちょっと声かけたら、うん、で、一緒にお茶しに行って、うん、で、ちょっと仲良くなって、うん、そしたら、実は派遣できましたと、やっぱりね、コンパニオンですと言って、で、最終的に、その主催者を直撃して、一人ね、男から8500円取って、ビジネスとしてね、学会公認でこういうビジネスをしてるんですかって言ったら、してないと。まあ、すごいなんかもう動揺してて、僕は。で、頼むから、創価学会に取材かけないでくれ。で、僕らがこういうビジネスをしてることを言わないでくれ。そういうわけにはいかないと。で、創価学会に当然確認して、こういうことあるんですかって言ったら、創価学会は、感知してませんと。いうふうになってて、じゃあまあ、記事を止めてくれって言って、編集部にね、今から行くから、みたいな、押し問答が終わったりしたっていうのがあって。記事にはしたんでしょ？記事にしてた。そうだよね。止まることはないですからね。高速道路と一緒で。そうね。乗っちゃったら降りれませんよ。絶対に止まらないんですか？まあ、止まるのないですね。 99.9% ないですね、うん、0.01% 何かがあったまあ、誤報だと分かったとかそういうレベルですよね。そういうレベルじゃないと思うんですよ。止めるんだったらもっと前に止まってるってことですか？それこそ取材中とかにもうやめろみたいな。もちろんもちろん、まあ、そうですね、うん、そうですね。止まることはないです。なんか取材動いてから何回も何回もこう中間報告する機会があるんですよ、編集部で。その時にどうもこれ怪しいよってなったら、もうすぐストップかかりますし、それはもう誤報かそうじゃないかが判断できる。そうですよ、うん、止めてくれるために会社に来ますって人多いんですよ。1分でもいいから会ってくださいって、うん、とある某さっきのじゃない宗教団体の人たちが5、6人で押しかけてきて、もうしつこくしつこくこう来て、言うのはよくありますよ、うん、でも絶対に止まらない。絶対に止まらないんですよね。絶対に止まらない。絶対止まらないです。止まらないですね、はい、これ見てる人でなんかそういうのが出そうになった人も言っても無駄ってことなんで、まあ、だからあれですね、もう諦めていかにこれから、はい、火を収束するかにもう絶対シフトしたらいいのです。なるほど、うん、危機管理的には、ね、危機管理的には、うんうん、もうそこでずっと違うとか記事を止めようとすると時間の無駄ですか、ほとんどね。よく巷にね、俺にお金を払えば記事止められるっていう、そうそう、詐欺師いいんですよ。詐欺師ブローカーみたいなのは結構いっぱいいるんですよ。詐欺ですか。でこの人が止まるって言ってんですけどって電話を受けて、止まるわけないだろう、何言ってんだと、誰だよみたいなのがありますよね。直撃されたらもう諦めなきゃいけない。まあそうでしょうね。そうですね、見極めが大事だよね。コメントの不倫とかもやったんでしょ。そうそう、公明党、それもだから立候補する議員かなんかで、街頭演説してる時に、選挙カーから降りてきて、こう、握手わーとか求めてきた時に、名刺出して、不倫してますよねって。選挙大事な時に。してませんって言う。選挙大事な時に。いや、してますよねって言って、何月何日にここのホテルに行きましたよね、みたいな、言ったら、いや、してませんとか言って、なんか表情変えてわーっと逃げちゃって。したらもうその数時間後に公明党からファックスが来て、うん、はい、この人立候補しませんっていうファックスが来たことがありましたよね。やっぱ対応早いね、今回もすぐね。対応早いですね。除名してたし、潔白性をやっぱり求めるでしょうね。組織としてそうなんですね。ね、うん、